今日はインスタで募集した質問に、答えていきたいなと思います。乾杯。当時は、冬場の練習の成果として試合に出て専門以外の種目をどんどんやるみたいな感じだから、バタフライとか出てたし、それで日本選手権どんどん切ってきて、自分の得意種目100、200の自由形以外も400とか、50は出てないのも400とか出てて、あと個人メドレー、それで日本選手権どんどん切っていくみたいな。それに対してでもレギュラーに決まるわけじゃなくて、日本選手権をっていうか、冬場の泳ぎの成果が1月2月でどんな感じで出るのかみたいな感じで出てて、ただまあレギュラー争いはまた別問題みたいな感じ。もう特に当時は自由形王国だったから、もう日本選手権どんだけ切ってんのみたいな感じだし、でももっと前の中央大学って日本選手権のもう5人以上が中央大学だった時もあったのね。あったから、それに比べると、まあ、当時いた時は2010年前後は、まあ、中央大学が決勝残ってもまあ2人とか日本選手権決勝ねだったから、まあ、そんなに減っちゃったけど、まあ、まだ強かったんじゃないかなっていう感じかな。だから、なんかその違う、例えば1500速い先輩とかが普通に個人メドレーとかバタフライとか速いわけ、短距離もなんなら速いからね、速くて、レギュラー争いでインカレ3人前しか出れないから、各大学で、そうだから、その先輩が違う種目も速いし、長距離でも種目変えても速いし、練習ももちろん強いから速いレベル、だからその1種目だけしかできない選手っていうのがめちゃめちゃ特化してたらいいけど、俺の同期もやっぱり個人メドレー専門だけど、最終的にインカレは背泳ぎ出てたんじゃないの。日本選手権も個人メドレーの選手だと割といろんな種目切ったりするから、インカレもそれでレギュラーになっちゃったよみたいな選手もいるし、でも他の大学からしてもさ、その B 以上16倍以内に入るってったら欲しいじゃん、すごいレギュラー確実にね、当時の中大メンバーも中大に来たがゆえにレギュラーにはなれないみたいな選手は多かったと思う、特に自由形は。だから当時のバタフライ王国って言ったらさ、法政大だから、マーシ君も日本代表だけど、この上2人も全員日本代表だと思う。やっぱ3枚決勝に残る、 それがね、マーシ君の代だからね、すごかった。健介もレギュラー、中大のレギュラーだったけど1年目から法政行ったらなれないもん、逆に。それだから逆転現象、そうバッタ王国、当時中京はブレア王国で、まあ、各大があるけど、だからインカレのレギュラーが果たして正しいかどうかっていうわけでもなくて、日本選手権でやっぱりその結果が1個、制限タイム切れば出れるってあるじゃないですか。インカレは点数制度だから、まず得点を埋めたい、あの1点でもいいから入れたい、行ってもレギュラーになれないの分かってたから1年目の時。でも
中大行ってみんな早い人たちとお見せにされて伸びたから俺は良かった。そう難しい、しかもそれで ダメになるパターンもあるじゃん。俺はもう、そう俺はもう何クソ根性じゃないけど負けたくなかったから、先輩たちをいかにして、で同期にインターチャンピオンいるわけじゃん。俺の場合にリルギーのインターチャンピオンいるし、うわこれはもう一番自分が一番下だからこれ以上下がることはないじゃん。もう上を見てやるしかない、そこだね。そうね、大学の行きは結構関係するかも。でもそうですよ、結構自分と同じ学年で早いところが集まる大学もあれば、うちの学年はそうでもなかった、結構みんなばらけた感じだったから。で1校上の大は結構中大にスーパー高校生級が集まって中大に入ってくれたりとか、まあ、方針も強かったんだけどね。だから、うん、なんとも言えないけど1校上でも早い人多かった、とにかく。うちの大はちょっとそう上に比べると、1校上に比べるとそうでもなかった。1個下も早い人多かったけど、みんなばらけたかも。